1957年10月4日ソビエト連邦はカザフ共和国にあるバイコヌール宇宙基地から世界初の人工衛星スプートニク1号を打ち上げた地球を96分12秒で一周した翌月3日にはライカ犬を乗せたスプートニク2号の打ち上げにも成功 宇宙空間に出た最初の動物となるが衛星は回収されず宇宙における生物研究の犠牲となった。